さあそれでは見ていきましょう。よろしくお願いします。我が輩を楽しませてくれ。よろしく。ラウンド1ファイト。さあ試合開始です。実況は私平岩です。よろしくお願いします。何事も最初が肝心なのだ。最初だな。チャージして体勢を作ります。さあなんとか壁際は回避しましたが油断はできません。投げの選択肢を通す。いいよいいよ。この扉はガード。投げていきます。やはり近距離での特訓合いは見ていて楽しいね。さあどうだ。プレイヤー2、かなりドライブゲージを消費しています。危険な状況です。次はプレイヤー2、バーンアウトをしのげるか。どうだ。さあ投げが決まりガードを崩します。さあスーパーアース。おお、そうきたか。 SA レベル1を使ったブリージングフォークが決まる。お互いワンコンボ圏内。2人とも限界と見える。この地上の前線、技のリーチとジャンプをどう意識。しっかりトマホークマスター。ここで追い詰められた。どうなる。さあここからだ。 KO。 良い決着だった。一つのミスも許されない緊張のラウンドとなりましたね。同じような実力を持った者同士が真っ向からぶつかるとこういう状態になるのだな。いきなり仕掛けるか。ここでチャージ、気を伺った。プレイヤー2、これまでドライブゲージの管理に苦しんできた印象ですが、このまま押し切られてしまうのでしょうか。そういうことか。なるほどな。おった。技を振らせて見事なパニッシュカウンター。いやすごいな。ここからプレイヤー2、ここでバーンアウト。苦しい。この時間いかに相手に好き勝手させないかが腕の見せ所。プレイヤー1、ドライブゲージがなくなった。さあこれで画面端へ追い込んだ。さあ画面端、攻めは続く。 SA 発動から、さあこのサンダーバードは風ストックで強化状態。火力は上がっている。これはいけるか。しかし油断はできんな。あっとこれは掴めず。今のは気にするな。次だ。ここでチャージ。この飛びは見えている。あっぱれ。やるではないか。タリア打っていく。もっと我が輩を楽しませるのだ。投げが決まった。見事だ。ドライブゲージは尽きている。それでもチャンスは十分ある。勝つのはどっちだ。もう決まってしまう。バーンアウトした。すごすぎる大逆転でした。よく折れずに戦った。さすがだ。これは非常に大接戦でした。手に汗握る展開でした。次が肝心だ。気を引き締めていくのだ。飛んでいる。さあチャージしてジャンプは通さず。いいぞその調子だ。立ち上がりの展開どう作っていく。受け止めつつ攻撃していく。おっとパニッシュカウンター。甘い置き技はとがめていく。いいぞその調子だ。さあこれは痛いぞ。ここで SA 選択。おこれが吉と出るか凶と出るか。 SA レベル3だ。かなり体力差がある。このラウンドはこのままいくか。地獄の沙汰ほど面白い。チャージから投げへの意識が高い。いいぞ。さあ画面端どう攻めるか。もっと我が輩を満足させてみろ。ここでダイブ。気をつけ。ラッシュしてこの投げ、これは大きなプレッシャーになるか。反力が問われる状況。きっかけが欲しい。投げる。素晴らしい投げだ。あっぱれ。やるではないか。コンドルスパイア。いい感じだ。おコストスラゴー。なんということだ。この逆転誰が予想できたでしょうか。すごすぎるぞ。よく巻き返した。